来てくれたんだ。ナザミル。仮面で世界中の人々の心を変えようとしているのは本当なのか？サプレッサーのこと？そう。なあ、本当はヘルガイムキルがやらせてるとかじゃないのか？そうなんだろう？違う。彼らは眠ってる。私が頭の中を覗いただけ。それでいろんなことが分かった。サプレッサーのこと、下病のこと。そんなことはできるのか？そうか。それで数巻のこと。人々に無理やり思い込ませたって、それで違いがなくなるわけじゃない。うん。だから、あの人たちの心を同じにする。私と私はアルフェンたちが好き。私と同じになればあの人たちも好きになる。私たちを好きに？私たちのためにこんなことをしたの？自分のためじゃなくて？私ずっと我慢してきた。自分のことなら我慢できる。でも友達が嫌われるのは嫌。私の友達、初めての友達、誰にも傷つけさせない。そんなことしなくても大丈夫だ。だから心配いらない。もうすぐ済むから。さっき数巻から指示を送った。全ての人にサプレッサーをかぶせるように。ダメだ。お前がやろうとしてるのは他人を自分に合わせさせようとしていること。支配だ。喜んでくれないの？もうやめよう、ナザミル。俺たちと一緒に戻ろう。どうして、どうしてそんなことを言うの？ナザミル、聞いてくれ。だって私はアルフェンたちのために、アルフェンたちが喜ぶから。ナザミル。私、役に立てなかった。嫌いになった。そうじゃない、ナザミル。そうか、アルフェンたちも同じになればいいんだ。そうすれば。ナザミル！じっとしてて。プレッサーをかぶれば同じになれる。また好きになってくれる。また喜んでくれる。違うんだ、ナザミル。そうじゃない。勝負違わなくなるよ。マジンくん！ゲームインクストライク！マジンくん！デステーション！負けないよ！ドフラッシュ！ゴーハザン！超レイクだよ！出せ！まだよ！様子を注意！フラフラディックス！マジンくん！フライヤー！マジンくん！ホーリーデステーション！ゲームインクストライク！フラディタルキューン！やらせない！ジャンク！マジンくん！プレート！炎の前にマジコライト！フォーク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 ！アンタンスを切ったことで氷の槍を！マジンくん！マジンくん！マジンくん！炎の前にマジコライト！フォーク！マジンくん！クラガン！チャンスを！フォーク！フォーク！マジンくん！マジンくん！炎よりマジコからじっとしてサプレッサーをかぶせられない。こんなもんかぶれるかよ。じゃあ動けなくて。本気なの？マジンちゃん、クラガー負けない。マジンちゃん、任せてくれ。後で引っ込め。マジンちゃん、スラルケン。終わらないよ。
るわよ。まとめて貫通するわよ。マジンキャン、マトリックサーキル、味方によるマジンキャン、光の精霊に炎よ、いただき、ジェッセ巻き込め、大破断、ライトリーカム、マグナライン、まだ終わらないよ、ネーション、ラッキングライト、超エンガム、クリーカランカ、もっと強い、マジンキャン、ファーストリーカム、何に決めて、どこだってやってる、ああ、やらせないんだな、ぶっ込む！砕けろ！大破壊だ！切
属性の異なる複数の精霊力を掛け合わせているのか。多分この使い方今まで見たこともないよ。なるほど、脅威であることは理解できた。バザル精霊術を酷使したからか。相当な負担に違いない。これ以上無茶はさせられない。止めるぞ。行くな。クリテック氷の槍よ、超連打弾、大技フリーズランカー、熱除け、オープリッシャー、炎のなしクリックが巻き込め、魔人剣、まだ超連打、もっと頑張れるよ、熱処刑、どうはいいか、殴られ、絶成長、超連打、魔人剣、行くよ、魔人剣、行くよ、やらせない。連勝剣、大破壊、すごく助かるよ。絶対勝、
光よ、振らなきゃ。マジック氷の槍よ、輝き照らせ。フリーズ、水の叫び、大旗、見回りの振り子。マジック、フリーズランタン、ライフレンガダン、ほらほら出ていって。やっ、レンガダン、このまま引き離すぞ。ここ待て、傷を上げると。アンタンプラス傷を落とす、氷アップまとめたら強い。ああ、ダメ、すぐに引き返す。ようレンガダン、逃げて、みんな逃げて。ああ、やらせない。炎よ、炎よ、後半のレンガガン切り裂け。やっと、やるしか。マジンちゃん、ストライク、一発目。次、超レンガガン、やれるよ。みんな嫌う、私を嫌う。もういや、炎の剣、インテリータム、全部消えてしまえ。私、こんなつもりじゃ、友達に、友達だったのに。どうしよう、私、また一人ぼっちに。いや、いなくなればいい。ダメだ、ナザミル、いけない。ナザミル、ナザミル、待て。止められなかった。まだだ、あの転移装置で俺たちも追いかけよう。
ダメだ、起動しない。転移先から制限をかけられているようだ。ナザミルは一体どうしちまったんだ。俺たちにまで仮面をかぶせるとか言い出したくせに、自分がかぶっていなくなるなんて。なんだかニズの人たちみたいだった。彼女がかぶったのはディクテイター、他の仮面を支配するためのはずだけど、もしかしたら同じように精神を抑制する機能もあるのかもしれない。それをあえて自分に使ったのか。クソ、なんでもっとうまくいってやらなかった。これじゃただ追い詰めただけじゃないか。落ち着け、アルフェン。まだ終わったわけじゃない。そうだよ、追いかけようよ。とは言ってもナザミンの行き先はどこなんだ。先ほどの話からすると数巻の可能性が高そうね。問題はどこにあるかだけど。いや待て、転移先の座標が残っている。これをどこか別の転移装置に入力すれば。あるいは。さすが大将。じゃあ転移装置があるところに行けばいいんだな。どこともつながっていない転移装置が都合よく見つかれば。だが、その前に一度ニーズに戻らないか。ナザミルが言っていたことが気になる。指示を出したとか言ってたな。わかった。